誰さん、メタリックルーズ庭を見た。1話の潜入劇とは打って変わっての逃走カーアクション、めちゃくちゃ気持ちが良かった。いろんな新キャラも登場してますます面白くなりそう。レギュラーモブ問わず、さまざまな登場人物の視点や行動からネアンに対する扱いや思いが透けて見えてくるのも面白かった。1話でブレードランナーみたいなことをしたのにそこに固執しない、制作側がたくさん引き出しを持っていると言わんばかりだ。次のエピソードに期待したい。ところでルジュのお兄さんって